皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。今日の散歩はご存知、横浜駅周辺からの出発です。横浜、実はですね、この小さんぽ、一駅散歩では来てるんですけど、実はこの駅の周り歩いてなかったんですね。久しぶりに横浜の駅のに立ってみたらびっくりしてはいるんです。昔の僕がここにプラプラっと降りて遊びに来た頃の横浜とはちょっとだいぶ様子が違います。では、こっちの方から行ってみましょうか。この番組はテレビショッピングのハピネスクラブ、メットライフアリコ、アートネイチャーがお送りします。今日は神奈川の中心地、横浜駅西口からお散歩。あの名作が撮影された場所で、じいさん思わず興奮。黒沢さんの作品がすごい好きで、その名場面だったところや、あのカットここで撮ったんだろうというのを聞くと、ワクワクしちゃうんだけど。そしてボランティアの方々と和やかな触れ合い。公園が綺麗な、全部カットじゃないですか。いや、カットしませんよ。さらにイングリッシュガーデンでゆったりと。じゃあ見てます。どう、かわいいね、ほら。さあ、今日も散歩に出かけましょう。かわいい。ほら、椿が、街路樹の椿がこんなに綺麗に咲いてるよ。綺麗だな。今日は神奈川を代表するターミナル駅、横浜駅西口からお散歩です。じいさん、まずはどちらへ？もう昔の横浜駅周辺のイメージとは違うね。この川は、まあ、当然ながら昔からあるんだろうけど、もうクリスマスもろだな。おはようす。あ、ありがとう。ありがとうございます。だよ。え？同じ年。同じ、何年？昭和17年。何月生まれ？6月。俺5月だ。俺のお兄ちゃんだよ。よろしく。頑張ってください。どうもありがとうございます。はい、どうも。一月でも早いとお兄ちゃんだね。ほら、シクラメンがこういうところにこういうふうに植えてあっていいですね。綺麗ですね。これ本当に僕ら、これこの間この番組での生産者、これを作ってらっしゃるところ行ったけど、こういうふうに町に生かされてるんですよね。こう来るとやっぱり、ほら、これがもしなかったら、ある意味の殺風景な色合いの中に、左からにちょっとこの赤、白、ピンクがですねあるとですね、綺麗ですよね。綺麗だな。両側の、まあ左側のツタ、ちょうどいい色合いになったり、桜だと思うけど、奥の方のこのこう水の方に垂れ下がるようになってる枝が桜だと思うけど、ちょうど紅葉して綺麗だな。川の両岸を彩る紅葉、繁華街にも季節を感じられる風景がありますね。ほら、この一つ一ついろんな模様が、本当に桜ってね、桜の花をみんな楽しむけど、葉を楽しもうって、なん
思わないんだけど、本当綺麗だと思うね。少しずつ変わってるんですね。これがだんだんこういう色になるんですね。もっと若いのを探すとね、これが若い、こうですかね。本当に綺麗ですよね。コンクリのこの周りの色に合うんだよね、この色。ここは旧東海道でして、これが旧東海道。昔はこういう通りでも大変広い通りだって人がいっぱいこう歩いて、多分馬や牛がこうね、荷車敷いて歩いたり、人がこう働いたりやってたんだろうね。すごいですね。これはこの上にあるんでしょうね。もう回してみましょう。この石段見たって、これは最近のものではないですよね。こう石を本当に昔の石膏ってのはすごいね。こういう石を切って階段にするのに大変だったんだろうね。こんにちは。あ、こんにちは。お邪魔します。神社創立900年。1080年頃創建と伝えられている浅間神社。社殿の上にさらに社殿があるこの浅間造りは、全国的にも珍しい建築様式だそうです。そして実はここで、あの黒澤明監督が、この階段ですか、この階段は姿三四郎時の階段ですね。確か鼻緒が切れてとか、そういう話の時の。こちらの階段で、映画姿三四郎の主人公が下駄の鼻緒を直したことがきっかけで恋に落ちるシーンが撮影されたのです。僕なんかも黒沢さんの作品がすごい好きで、その名場面だったところや、あのカットここで撮ったんだろうというのを聞くと、ワクワクしちゃうんだけど、その時の脇に出てくるのがこれなんですよ。はあはあはあ、このあれですね、柵がね、あ、残してあるんだけど、それだけは、はあ、街中が大騒ぎになるような時代だったんでしょうね。いやでもね、戦時中でしょ、もう16年ですから、戦争の最中ですよね。17年だから、17年にここで撮影が行われて、18年に上映されて、17年って言うと僕生まれた年ですよね。そうです、知ってるんですよ。ちょっと神主さん叩いちゃいけませんね。隠せない。じゃあ、自分だって見てないじゃない。いやだって2つだから、2つだから。当時ね、こういう石のこういうのは石膏って、石の子たちがこういう大きな石を切って、こう自分でコン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 やったんでしょうね。いいだろうと思うね。で向こうの向こうの階段、あれはいつ頃できたと思う？相当古いでしょ、あれは。あんまり古くないんだけど。じゃあ聞かないで教えてくれよ、最初から。江戸時代、先輩、江戸時代、いや古いじゃない、江戸時代古い、江戸の末期なんですよ。江戸の末期は古いよ。やった人がね、京都の人がやったんだよ。これが教えてあげるので。じゃあ教えてもらおう。この石段ね、いやこれは本当にさっき今も来る時も言ってたんですよ、これはいいよね。これね、慶応3年って書いてあるんです。書いてありますね。慶応3年かな、2年だね、2年の3月ですよ。そう、それでね、ここに寄進した人の名前と、ここにやった人の名前、石串、はあ、京都木屋町通り、木屋神兵衛って人がやったと。
石膏ですね、はい、石膏これをこういうのを作った人ですね。石工師ね。石工師っていうの、京都が戦乱に陥ったりとかですね、その時に向こうには仕事がない。そうすると京都から出て行って仕事しなきゃいけない、でこうやったみたいな。はあ、ってことは出稼ぎで来てやったっていうのあぶれちゃったっていう。でもね、それにしてもこう上がってくるとね、この石がやっぱりすごいね。こういうものも今のうちの若いスタッフなんか何とも思わないで石段だと普通の石段、いやいや、あの上がっていくんですよ。だから僕が今日も今も来る時にこの石段はちゃんと取っといてっていうか見てって言ったんだけど、これはやっぱりすごいことなんだよね、今思うとね。どうもありがとうございました。あの先生、この石をよく写して いきますんで、はいはい、階段後ろの階段も見せていただきまして、はい、ありがとうございました。いいえ、じゃあ失礼します。川沿いの紅葉に季節を感じ、黒澤明監督一作目のロケ地に出会ったチーザ。さあ続いては、みんなでどういうあれかは知らないけど、公園をみんなで掃除してます。こういう人のおかげで俺たちはいつもこの綺麗な公園で楽しめるわけですよね。お仕事中すいません。こんにちは、チーと申します。あの「ちー散歩」という番組なんですが、これは皆さん、いやいやいいんだけど、お父さん、あのご苦労様です。あのこれはどういう皆さん、これは、ね、これは僕ら老人会の勉強で、横浜市はね、公園っていうのをね、全部地元の人たちに任せる掃除を。ご苦労様です。10年ぐらい来ないですね、老人会だから。いやだけど本当に皆さんのおかげでこうやって公園が綺麗でいたり大事にしてもらえるわけで、子供たちもみんな、こんにちは、ちーさん、ご苦労様です。どうも。今日はどういうあれですか、皆さん。ちー散歩という番組で、散歩。どうも見た時あると思う。ああ、そうですか。あの毎日のように放送している番組なんですよ。この間見てた。ああ、そうですか。公園が綺麗になって。全部カットじゃないですか。いや、カットしませんよ。カットしません。はい、どうぞ。失礼いたします。いい話じゃないですか。ね、老人会が。横浜は地域の公園は自分たちで綺麗にしようっていう、本当は自分たちの地域は自分たちで守っていったり育てていくというような観点に立てば、本当に老人会の皆さんなんかも ご苦労だけど、ああいうふうにしてもらうことによって我々も綺麗な公園が使えたりするわけだから、今のああいう話はとってもいいですよね。今度はですね、名作だと思う映画の一本、黒澤明さんの天国と地獄という昔が映画がありましたね。その舞台になったと言われる場所に行ってみようと思います。高台に住む裕福な家庭に起こった誘拐事件、あの斬新な演出を忘れられない方多いのではないでしょうか。僕ら、これも余談だけど、俳優さんの生徒だった頃なんだよな。で、生徒だったから卒業したくらいで、中台さんも俳優さんの先輩だったし、山崎さんも俳優さんの先輩だったから、ものすごいこう誇らしく見たのよ。自分の先輩たちがこんな映画に出てるっていう、すげえなと思って。こういうことですな。なるほどな。昔の黒沢さんの映画の天国と地獄の三船さんの邸宅から下を望むという景色ではもう今はないですが、確かあの頃映画の中では高い煙突から煙が出た時に、その煙が突然ピンクに変わるんですね。で、突然白黒の映画のワンカット、煙突から出る煙だけがピンクだったの、なんであれピンクだったんですかね。
今日は宣言台これね、上がってきた昔ね、天国と地獄撮影したところの家なの。ああそうですか。それで隣が黒澤明さんが持ってたんだけど、今はもうライオンズマンションができちゃった。あそうですか。ここね、なんていうの、港未来がね、見えたんです、あの海が、うん、そうですよね、今もその話 ね、 そうですね。ところが全部壁、そうですよね、ビルの壁になって、気をつけて、はい、頑張ってください。こんにちは。あら、こんにちは。はい、どうも。あ、はい、どうも。あ、ありがとうございます。あ、楽しみ。これがやっぱり無縁仏みたいなのを集めたんだろうかな。どうぞ安らかに。ここにあるもんだな、こう座る椅子は。でもちょうど秋の色の落ち葉がいっぱい落ちていて、うん、あー、ここもいい景色だね。ほら、これなんて川？片平川。片平川、あ、いいな、いい景色だ。お邪魔します。あ、いろんなお店もあるんだな。こんにちは。へえ、面白そうだね。こんにちは。お邪魔します。中見せてください。おいくら払えばいいですか。はい。どうもありがとう。ここはどういうあれなんですか。横浜の都会に癒しの空間というコンセプトで、うん、皆様のお庭として楽しんでいただけるように、うん、お庭を作ります。ああ、そうなんですか。はい、じゃあ皆さん、あの一般の方が入ってきて、皆さん、ね、もちろん入園料払えば、はい、中を見せていただくことができて、はい、ああ、そうですか。これは、は、は、あの、はてない人は入れないでしょ。はい、じゃあ君たち入れないからね、言っとくけど。ありがとうございます。じゃあね、君たちさよなら。もうじいさんたら、さよならって。いや、綺麗なのが咲いてるわ。匂うね、すごいね。いや、いい匂い。いい匂いだわ。こういうとこに座ってさ、縁になるやつがいないね、うちには。いや、小さんだけですよ。俺だけかな。ほら、ああ、花が分かる男たちいねえからな、ここに。こういう空間になってんだ。なるほど、ご苦労様。何やってんの？球根をですね、つけております。春になりますと芝のところからこうお花が出てくる。芝の上に花が出ちゃってもいいの？いいです。
なんで芝、いやなんでっていうことはないけど、芝だけのところから芽が出てきてもいいの？とっても綺麗ですよ。綺麗、はい、変な言い方だけど、このバラまびいてるのが逆にいいですね。そうですね、変にきちっとこうしないで、はい、こう、そうなんです、それが特徴です。アトランダムにタタタタッと出てくるのが春になったらこれ楽しみですね。はい、自然な感じ。いくつ植えんの？全体にですね、5万球、うん、5万球、5万球何日かかるの？春になっちゃうよ、はい、しなきゃ。もうみんなで必死に必死に、はい、あ、そうですか、そうですか。いやあ、こちらで買えるんですか？はい、何買おうか。ちいさん、庭園のカフェでティータイムのようですね。ほら、川のそばまでバラが来てるっていいね。なんかこう散歩の後のお茶のタイムっていうか、ティータイムっていうのはいいですよね。なんか相棒の水谷さんみたいですね。こうそうそうさ思ってね、そうですねなんてね。温かい紅茶ですっかりリラックス。ちいさん、今日はこちらを散歩の終点に決め、一日の思い出を絵手紙に綴ります。出来上がるまでおさらいです。横浜駅を出発、川沿いの紅葉を眺め、映画の撮影現場と歴史ある石段に注目、公演ボランティアの方々とおしゃべりを楽しみ、再び黒沢映画の舞台に。3時間5590歩のお散歩でした。はい、今日の散歩横浜、今日歩いてみて特に横浜の風景というものを楽しんだような散歩になったような気がします。意外なところに意外な風景が見えるというような感じがしました。そんな中で今日の一枚の絵は、昔憧れた天国と地獄のという映画の中で、白黒の映画なのに煙突から出る煙が、綺麗なピンクの煙が出た映画だったことを記憶しています。それを真似して今日は街に咲いていたシクラメンが綺麗な花を咲かせていたものを描いてみましたが、最初の狙いとはいかなかったようですが、こんな絵になりました。散歩の前にコツコツ重量体操。今週は膝痛予防体操です。足は肩幅に開き、足の指先を真横に向け指先を反らせます。この体勢で10秒間キープしましょう。